品出現フューチャーサポーテッドバイ人形の堀川さんです。イエーイ。さあ、はい、リーグ戦の結果からですね、うん、そうですね、いきますか、はい、うん、まず U18 プリンスリーグは試合はありませんでした、はいはい、で U18 トップリーグ第12節金沢高校戦は8対1で勝利、うん、8対1、はい、すごい、ね、すごすぎます。続いて、うん、U15 リーグ戦第16節パテオ FC 金沢戦は0対2で負け、 U14 はリーグ戦はなかったんですが、はい、クラブユース新人戦の予選がありまして、うんうん、CDF 層と対戦し3対0で勝利しました、うん、見事見事。 U13 リーグ戦第11節エスポワール白山戦は2対1で勝利という結果になりました、うん、はい、各年代頑張ってますね、うん、U18 トップリーグ8対1そうなんですよ、凄まじい得点力やね、はい、急にボーンと聞けましたね、はいはい、なんか急になんかちょっと人口密度高くなってないとこ、なんか目の前がガヤガヤしてちょっと皆さん見たい、ちょっと、はい、あ、ちょ今持ってもカメラ、カメラ持ってるから、あ、今カメラが動きます。あ、はい、国立アイドル部の松井ゆかりと知ってるって、知ってるって、ダイソーと、ええ、ちょっと足抜くね、ナナが噛まないか監視してた、しょっぱなから、あと一人は、せいちゃん、トイレかも、あ、トイレ、あ、今日はね、うん、ちょっと選抜ユニット、やばい、噛んじゃった、今選抜って言ったよ、選抜って、選抜ユニット輝きのレッスンをしておりました。突然なんかその読む時アナウンサーみたいになるのやめてよ、アイドルっぽくやってよ、キャピキャピ行きます。ちょっとえ、レッスンする時ちゃんとそういう風な格好でやってるね。あ、そうですね、ちゃんとみんなレッスンに来て、へえ、なんかいつかそういうなんかあの発表する場があるから今練習してるんですよね。そうですね、後日告知をさせてもらってもいいですか。あらあらら、どうぞどうぞ、ようこそようこそ、いいですか、はい、いらっしゃいませ。すいません、北陸アイドル部毎月第4日曜日に、はい、定期公演も行っています。はいはいはい、ぜひぜひ皆さんに遊びに来てほしいなと思ってて、うんうん、何回もねチケットプレゼントしたり、そうなんです、セイサポさん遊びに来てくれるんですけど、知ってますよ、うん、最近はちょっとね顔見てないセイサポが多いなって、あ、なるほど、思うんですよ。久しぶりの、ちょ待ちな、それ半分脅迫入ってないでもそれぐらい来てほしいんですよ。あ、なるほどね、チケットがまだ買えるので、うん、まあまあ、はい、ちょっとよろしくお願いします。大丈夫やって、もう、はい、絶好調ダブルでもうね顔もバンバン売れてる。この間も見てたよ、はい、インフォーマーシャル、はい、ありがとう、隣のテレキンちゃんそんな良い賞はいらんねんって大平さんいつも見てるから久しぶりに会えてめっちゃ嬉しいです。ほんまやね、久しぶりやね、はいはい、大平さんと辻尾さんも定期公演来てくれますか。な、何定期公演来てくれますか。なんか定期公演と今テッコン、テッコンって何かなと思って、悪いです、定期公演、定期公演、石川公演、あれ第4ってなんか結構試合がね、あ、そうですね、かぶっちゃうこともあるんですけど、で結局だからかぶってるからステージがね、うんうん、あ、そうですね、前がちょっとお休みとかね、なんかアウェーだったりね、たい平さんはお仕事がたくさんイベントあると思うので、あ、来た来た、今日は賑やかになってきたね、これね、これちょっと今、はい、あのチャット騒いでんじゃいます、スーパーチャットお願いします、キャプテン、どう、あ、チャット止まってるわ、そんなわけだ、悲しい悲しい、悲しいね、チャット止まっちゃったね、これ悲しいです。なんか来てます、天の声さん、グイグイ来るやんって来てますよ、グイグイ来るやんグイグイ来るやんね誰が誰から来てるの、はい、みたい、なんかあのスーパーチャットも来たん違う、パッチャーもいただいてます ね、ごめんなさい、パチガラスさん、はい、2-0 で勝利に期待、おお、あと、ちなみにちょっと水戸戦予想してみて、何対何、これはもう、C ですか、はい、4-0で、4-0だ、受け継いでるね、久しぶりにここで 4-0 ってなんか言ってる人見たいなって思って、そう、なんか誰も最近、そうそうそう、私は 5-0 だと思います、5-0増えたよ、あの、10-0、飛ぶね、スポーツ変わってきてるからなかなかないですよ、はい、サッカー知らないのかなってなっちゃいますよね、はい、まあまあでもそのぐらい爆発が見たいよね、本当に見たい、本当に見たいよね、そう、あ、ゆかりさん来た、頑張ってきたで、ありがとうございます、ありがとうございます、ほら、はい、いや、さすがやな、え、今練習、え、稽古はまたこれ、あともうほぼ終わりましたね、あ、その、あんま行ってないけど大丈夫な、あの一緒に早めに5時からやってて、東京の遠征で、はい、あのユニット、選抜ユニットで出るので6人で今日スタジオ入って、はい、歌とダンスとやってました、そうなんです、この、 あの清水戦の時なんよね、そうなんです、17日ね、変わっちゃうんですけど、うんうん、
ちらの方でも頑張ってくれるので、はい、私たちも、ね、ちょっと離れてるんですけど離れてるね。どうした、大丈夫ちょっとなんかメンバーみんな安心したかと思ったらちょっと緊張しちゃった、ね、あと強いちょっとまああのね、あのちょっと今休憩中やから、はい、あの体にいいあの特保のコーラでも飲めるか、飲みたい飲みたい、うん、めっちゃ美味しかった、飲みたい、あもう冷凍庫にもちゃんと冷やされてます。これはちょっとぬるいからね、うん、ありがとうございます、長いのコーラありがとうございます、うん、KM さんからいただいた、はい、ねありがとうございます、 KM さんありがとうございます、コーラ一気飲みして帰ります、えゲップせんといてやろ、これ絶対そう、はい、先生失礼します、はい、ありがとう、頑張ってね、頑張ってね賑やかやね、はい、本当に賑やかでした ね、 ね、はい、あの若い賑やかはいいよね、はい、こでなんかこうおっさんばかり来たりやったらも大変だよね、わーカレー臭してきたよ、ね、さあということで、どこまでいったか忘れたやんか、はい、これどこまでいった、何話してたっけ、あ次や、ね、お話ですね、はい、次やね、はいはいはい、次の次節の予定や、そうですね、うん、予定を話していきましょう、うん、まず U18 プリンスリーグ第13節、はい、日本文理高校戦は9月9日土曜日9時30分キックオフ、うん、U18 トップリーグ第13節小松大谷高校戦は9月9日土曜日11時キックオフ、うん、ということもあしたよね、はい、うん、U15 リーグ戦第17節、はい、カターレ富山戦は9月10日日曜日19時キックオフ、うん、U14 リーグ戦第12節 FC 北陸戦は9月18日月曜日、はい、10時キックオフ、うん、U13 リーグ戦第12節武富 FC 戦は9月9日土曜日19時キックオフとなっています、はい、はい、まあ、ということでも明日明後日やね、はい、自由14だけが一周飛ぶっていうことですけども、はい、これ9月18日月曜日はこれ祝日ですよね、そうですね、はい、祝日ですね、敬老の日やってるね、そうですね、3連休の3連休ですね、はい、最後の日ですね、はい、はい、まあでもだんだんと涼しくはなってきてますけど、はい、またちょっとね、残暑、ね、残ってますから、はい、選手の皆さん頑張ってください、はい、さあそれでは最後に挑戦の目利きも言っておきますか、はい、ジェーゲン金沢のアカデミースクール BFC を応援する挑戦の目利きでは、うん、引き続き皆さんからのご支援を受け付けています、はい、個人会員様は一口3,000円、法人会員様は一口10,000円です、うん、ご支援のほどよろしくお願いします、はい、お願いします。さあこのコーナーではアカデミー情報、スクール情報をお伝えしております、よ選手夏応援よろしくお願いします、お願いします、はめていいよ、はい、はめてます、はい、それでは以上、ツーゲンフューチャーサポーテッドバイ人形の堀川でした、ありがとうございました。